皆さんおはこんばんちは、お芋です。2021年春、いよいよ引退する七尾線の国鉄型電車。今回は、のとじから消えゆく国鉄型の中から413系を模型で制作してみようと思います。413系といえば、最後の急行型の姿をとどめるグハが残る編成が有名ですが、今回は標準的な413系を制作していきます。今回は鉄コレ24段から発売されていた東北本線仕様の717系から制作をしていきます。まず、塗装を IPA で剥がして、車体をガンダムカラーの MS シャーレットに塗ります。車体が赤く塗れました。ここから表記類のインベタを貼って、ツヤ消しクリアを吹き付けます。あとは組み立てて、もろもろパーツを取り付けていけば、なんということでしょう。目の前に七尾の茜色が現れたではありませんか。今回は B5 編成を制作してみました。ちなみに屋根は475系のものに交換してます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは最後に走行シーンをお楽しみください。